13日午後1時過ぎ上海の陳情者およそ1,000人が中央巡視チームが進駐している東学校に集結し上海のの汚職官僚の処分を求めました。陳情者らが横断幕を掲げたところ警察に奪われ両者の間で小競り合いが発生しました。 7月29日、州栄校前中央政治局常務委員の捜査が正式に発表されました。翌日、中央政府は巡視チームを上海に派遣しました。8月7日、共産党機関紙は、中央巡視チームが上海市長内区高層路888号に位置する共産党学校に進駐していると公表しました。13日、上海の陳情者およそ1000人が、 東学校に集結しましまた。一部の陳情者が登録のために中にに入りました。陳情者によると当学校の中にいるのは各区の町内会や市政府の人たちで本当に中央巡視チームのメンバーが中にいるのかどうかは定かではないと話します。 大约有一千多人吧，去了中央巡视组登记，他们在接待中间没有挂姓名，我们也怀疑这是不是正的中央巡视组的人。去年也来了，今年也来了，可是我们访民的问题都没有解决的，地方的有些政府官员变本加厉的打击报复。陳情者らは、汚職官僚的せよ、腐敗的スローガンを叫び、汚職官僚の処分を求めました。中央巡視チームには。

誤さんによると、上海の陳情者のほとんどは、家屋の強制立ち抜きによる被害者だそうです。14日にも数百人が中山乱路1088号に集まり、問題解決を求めたところ、当局は大勢の警察を現場に派遣しました。新東人テレビがお伝えしました。